はい、こんにちは。今日はですね、大人のイチゴの美味しい食べ方を紹介しますよ。たったこれだけでイチゴが大変身しますよ。イチゴとグラニュー糖、そしてこちらはですね、オレンジのリキュール、グランマニエです。こんな小さいのもありますよ。まずイチゴのヘタを取ります。この緑の葉の部分にね、小さな虫がついている場合があるんですよね。たっぷりの冷水で洗いますよ。そしたら水気を切ってしっかりと拭き取ってね、ボウルに移します。グラニュー糖を振りかけて、軽く揉んで砂糖の結晶で表面に傷をつけます。目に見えない細かい傷ができてるんですよ。そしたらグランマルニエを振りかけてなじませます。イチゴとオレンジの香りが何とも言えませんね。砂糖も溶けてイチゴの表面に光沢が出てきました。簡単でしょ？ぜひこの方法で作ってみてください。食べた後にね、芳醇な香りが鼻からスーッと抜けてきますよ。ボナペティ。